セミナーですね。人事のプロに学ぶ戦略人事入門、お越しいただきましてありがとうございます。はい。まずですね、先ほどご案内をさせていただきましたが、チャット気軽にぜひ使ってください。皆様のコメントだったりとか、お言葉で、結構セミナーの内容もね、変更していきますので、ぜひ気軽にチャット使っていただければと思います。そうなんだ、なども、コメントを、ご自身のお気持ちをぜひ入れていただければと思います。また、安田正さんに質問だったりとかしたい場合は、質問と入れてコメントをいただければと思います。その際、送信先ですね、皆様全員宛てで、入れていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。またですね、こちらのセミナーなんですけれども、毎月開催をしております。LINE のアカウントがありますので、ぜひこちらも、入れていただければと思います。こちらページ送ってしまいますが、チャットの方で URL もご案内しますので、もしご登録まだの方は、ぜひ入れていただければと思います。はい。で、終了ですね。こちら感想もぜひ Twitter の方でも、投稿していただければと思います。その際、ハッシュタグ、フライヤーセミナーという形で入れていただければと思います。はい。すいません。ポチポチ。はい。本日のセミナーの中でですね、フライヤーブックキャンプという講座のご案内もさせていただきます。今回、安田雅彦さんに人事のプロから学ぶ、人的資本経営の、講座をお願いしております。で、フライヤーブックキャンプなんですけれども、普通の講座と違いまして、コミュニティだったりとかで、スクールではなく、講師と双方向で学んでいただけるようなラーニングコミュニティとなっています。はい。で、こちらですね、いろんなキャンプがあります。ビジネスを極める形の高める山であったりですとか、皆さんの対話を楽しむ、深める沼というキャンプなどもございます。今回、安田雅彦さんにお願いしております。5月開講になってますね。失礼しました。6月開講ですね。人的資本経営を学ぶ強い、組織を作る戦略人事抑制講座を、6月から開講いたします。こちらの内容を本日のセミナーでもご紹介させていただきます。はい。ではすみません。バタバタとしてしまいましたが、ここからですね。はい、セミナーの方をスタートしていければなと思います。ではここから久保さん、安田雅さん、お願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。雅さん、今日も元気いっぱいありがとうございます。はい、皆さん、今日もご参加ありがとうございます。フライヤーのランチタイムイベント、今日もですね、70名ぐらいですかね、はい、ご参加いただいております。本当にたくさんの方にこう目の前にいらっしゃっていただいていると思うと、本当に嬉しい限りです。よろしくお願いします。で、はい、すでにチャットの方入れていただきますけども、ぜひですね、後半特に、マサさんには質問を、させていただきたいなと思ってますので、今皆さんが課題感に思ったこととか、もうちょっと深掘りしたいなと思ったこと、その辺を聞いていただければと思います。はい。そしてマサさんですね、もう私マサさんとご一緒して何度かという形ですし、イベントはそれからもう何年かご一緒させていただいてますけども、本当にですね、毎回ですね、このウェビナー終えるとエネルギーもらいましたって皆さんおっしゃいます。注入闘魂注入ですよ。闘魂注入ですね。そしてですね、やっぱりこれ皆さん向けのご案内ですけども、キャンプ、このブックキャンプという4ヶ月マサさんとご一緒すると、本当に何か自分のやりたいことを背中を押してもらったみたいな形を感じ取ってくださって、やっぱりそれぞれやりたいこと、いや各社さんやりたいことって個別具体じゃないですか。そこに対してのマサさんの受け止め、そして背中の押し方っていうところへの皆さんのその感謝の気持ちとか思いとか、そういったところに触れますので、まあ、今日も短い時間ではありますけど、何か最後そういうふうに思っていただけるといいなと思ってやってまいりたいと思います。はい、ではですね、マサさん、ちょっと私の方でスライド投影させていただきますが、はい、今日のイベントですね、こちら、戦略人事入門というタイトルになっています。で、ぜひですね、ちょっと参加の皆さんに、ごめんなさい、ご案内ですけども、皆さん今日はどういうこのタイトル見てご興味持って来てくださったのかなというところを、ぜひちょっとチャットに入れていただければと思います。
例えばですね、人事ではないけども、実は会社の今、変化の過程にあってこれからどうしたらいいのかなというところに興味がありますとか、あるいは人事畑系でいらっしゃって、何かですね、具体的に結構気になっている箇所があるとかいう、そういった自分のお立場や、あるいは興味を持っている部分、そして課題に思っている部分等々をちょっと書いていただけると嬉しいです。はい、はい、では首の角度が売りなんですよ。売りなんですか？こんにちはみたいな感じツッコミしようがなくてごめんなさい、わからなかった。はい、ありがとうございます。人事とは、いいですね。戦略、なんですかね、戦略人事って。人事ではないけども、人材の育成や人材活用に課題を感じてますというふうに入れてくださっている方もいます。ぜひですね、チャット、送り先、宛名を全員にしていただけると、他の方も見える形になります。お願いします。では、皆さんが入れていただいている間に、簡単にちょっと自己紹介進めてまいります。まず私ですけども、株式会社フライヤーの執行役員をやっておりまして、今は新規事業と、カスタマーサクセスというユーザー企業さんの、部門の責任者をやっておりますと。で、安田さん、今日ゲストの安田さんですけども、改めて、ちょっと自己紹介をいただいてよろしいですか？こちらの赤いスライドの方がよろしいですか？はい。あ、はい、安田でございます。皆様よろしくお願いします。私はWe Are the People という自分たった一人の自分の会社の代表なんですけど、私は67年生まれで56歳です。大学出て最初は日本のスーパーマーケットに入社をして、そこでその会社の人事をやって、で、10年ぐらい経って2000年ぐらいですかね。2000年ぐらいに、はい、外資系、そのケリング、今のケリングですね、そこに転職をしてからもずっとジョンソン・ジョンソン、アストラゼネカ、最後ラッシュジャパンで、人事を、最後責任者をやりまして、気づいたら30年ぐらいやってるもんですから、意外とこう自分でやってきたことが役に立つと、世の中、中小企業、日本の中小企業も含めて役に立つみたいなことが分かったんで、もうだったら思い切って、そこに専念して、自分で仕事をしようということで、一昨年ですかね、もうね、We Are the People という会社を作って、メインはコンサルですね、コンサルというか顧問、人事、社外人事部長なんて嘘吹いてますけど、人事がない、ところ、そんなに人事がリッチじゃないところで、人事部長として、社外人事部長として、顧問としてアドバイザーから、あとはこういう講演とかね。登壇とか執筆をしているというそんな感じでございます、だからあれですね、その、国内外のいろいろな企業さんで、まず、グローバルカンパニーで大きなカンパニーでご自身がその人事として、セクション、人事の領域って結構こう多様にこう分かれてたりするので、それぞれをご経験もされ、人事のトップとしてもされ、で今は、日本の企業さんも含めていろいろな各社さんの状態に合わせて活動されているということですね。日本の中やっぱり、99.5% は中小、日本の中小企業ということ、あとね、これ最初に言っておきますけど、僕はやっぱりラッシュの人事部長の頃からいろいろこう講演とかの話、機会をいただいてて、で話をすると結構みんな、そうは言ってもそれ外資系ですからとか、そのあと大企業の話だっていうリアクションがめちゃくちゃ気に食わなかったんですね。で本質的な話をしてるわけだし、やっぱりこう、今が問題だったらチャレンジしなかったらそもそも変わらないので、お金払って愚痴に来たんですかみたいな話で、そのなんでやっぱりこうそれを絶対にそんなことはないと、チェンジできるし、本質的な話はもう規模の 大小とか内資外資関係ないと思ってるんで、それを証明したかったっていうところなんですよね。それでやっぱり関係ないという思ってるのがこの2年半ぐらいの印象ですね。なるほど、なるほど。このやっぱりマサさんと話していると、その企業や組織に対して絶対的にそのチェンジできる、変われる、その可能性をすごく信じて、もうその一社一社の真摯に向き合ってるっていうのを毎回すごく感じますけども、ただそれは簡単じゃないわけですよね。今日の話は簡単じゃないんだけど、やっぱりその簡単じゃないんだけど行く道にはいろいろ石ころがあって、でそのポイントはその石ころの大きさっていうのは結構違うわけです。大きい石もあればちっちゃい石もあれば、その硬い石もあれば柔らかい石も、柔らかい石ってないのかな、いろんなことがあるので、だからそこをどう個別具体的にその
取り組んでいく。でもそれをその石をブロックを取るっていうことを、まあ、一個一個向き合ってやってるっていうのが今状態ですかね、はい、なるほど、ありがとうございます。そういう意味でも参加の皆さんに、お知らせですけども、チャットでぜひですね、今皆さんがいろいろこう、こういう関心できましたというふうに入れてくださいましたけども、お話を聞いていただきながら、例えばこういうシーン、こういう状態なんですけどどうですかっていうのを、まあ、この時間なので正直45分とかなのでそんなに具体的なお話には ならないというところはありますけども、可能な範囲で拾っていきたいとは思いますので、ぜひ入れていただければと思います。もし質問入れていただくときはちょっと拾いやすいように質問と入れていただけると嬉しいです。はい、ではですね、早速なんですけども、まあ、今回その戦略人事の入門というふうに、タイトル打ってます、うんうん、このまず戦略人事という言葉のマサさんの捉えている意味合いと、あとその今社会的にといいますか、その人事の界隈で人的資本開示の義務化というキーワードがあります。ここへの向き合い方、各社さんの向き合い方に対してマサさんもいろいろこう関わってらっしゃると思いますが、そのあたりのこう、まあ、そこに向き合い方どう思ってらっしゃるのか、このあたりをちょっと最初お聞きしていきたいなと思います。ちょっと行きましょうか。じゃあ、はい、じゃあスライド等へマサさんにお任せしていいですか。はい、ではではでは、よいしょ、 OK、 これですね、はい、はい、でそのまあこれ今日のタイトルなんです。これ今言いましたと。でもこれ一応その私いろんなことをね、久保さんやってるっておっしゃったんですけど、まあ基本的には手を動かして全部やってるという、何でもできるという、ただ自慢したいためのスライドです、これは、はい、いやでも人事って本当に幅広ですよね。まあいろいろあるんですね。でその結構やっぱりその皆さん人事で、ね、一人人事とかで苦労されてるって、経営者がやっぱりその結構人事ってこうじゃんみたいなのがあったりする、うん、あとそもそも人事がそんなどんな役割するのみたいなところから あったりするから、結構まあね、その辺苦労されている方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ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 、一応私はまあ網羅的に全部実務としてやってるということで、でまあその人的資本経営のわけです。何ですかって感じで僕から言わせば、まあ、人的資本経営っていうのはこれね、経産省の書類なんかドキュメントからやると、まあ、人材を資本として捉え、その価値を最大限に引き出すことで中長期的な企業価値向上につなげる経営の在り方と。こんなまあ当たり前ですよ、僕から言わせれば。でそれ以外、じゃあそもそも経営って何ですかみたいな話ね、まあ、僕から言わせればこんなのは昔からそうだった。ただやはりその今すごく注目、 なんでここに脚光を浴びてるかというと、結局その日本 の、 その、 企業の基本的なその理念というか概念として、いいものを作ると、いいものを作れば売れる、うん、いいサービスなら売れる、でその会社潤う、社員ハッピーになる、まあ言ってみればお客様もハッピーになる、でも以上みたいな OS でもうずっと動いてたと思うんですよね。で安定的に経済が成長していくと、で雇用も長期化するというOS で、まあ僕が社会に出た30年ぐらい前動いてたわけなんですけど、もうそれはないわけですよ。まずその経済は安定的に成長しない、でもう戦いはグローバルコンペティションになっている、いろんなことでもう前提が全部崩れて、まあ経団連の偉い様がもうね、終身雇用の時代が終わった、維持できないなんて言ってるように、もうどん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 その働く社員のモチベーションも、うん、なぜ単身赴任を、なぜ自分が希望しない転勤転居を受け入れてやっていくかって言ったら、長いこと雇用されて自分は将来出世するだろうという前提があるからメッシするわけですよね。でもその前提がないんであれば今頑張る理由がないわけです。そうするとやっぱり今ここでこの瞬間でどれぐらいその会社に共感できるかとか、ここでどういうふうに成長したいかっていう、その人の成長をきちんともう一回ちゃんとグランドデザインというか、実際のその人事のメカニズムというか OS の中に落とし込まなければもう立ち行かないどころか選ばれないんですよね。そもそもそういう会社にみんな働かないということになってるので、なってきているので、なのでまあその辺が今非常に注目されて、まあ、もちろんさっきの久保さんおっしゃった人的資本開示義務もあるんですけど、僕に話してみると、うん、まあ、それもそうなんですけど、どちらかというともう今のままの OS オペレーションシステムでは立ち行かないというのが実情じゃないかな、うん、よって、まあまあ、これかっこよく書いてありますけど、価値創出、その価値創出、どうやってそのこのビジネス、まあ、パープス経営なんて言われているように、このビジネスを将来100億が200億
日本だけがグローバルになることによってどういう価値を提供するんだっていうところがまずセットとしてあって、でそれをきちんと実現するために人の成長をこうそのキードライバーっていうんでしょうか、その成長のメカニズムに入れてデザインしていくかっていうところかな。なるほど、今チャットでもそのマサさんのこれは当たり前のことなんだっていうことに共感されてますけども、もともと本来企業っていうのはその、まあ、人的資本で成り立っているんだから当たり前のことなんだけども、でもそうは言っても今の日本の在り方からするとさらにそこの重要性が増してるっていうふうに、だから人的資本とか人の成長をきちんとその、何は不思議、人情の話じゃなくてですよ、企業、僕覚えてますけど企業は人なりとかってずっとそれはもう僕が世の中出た平成元年の頃から言われてるんですけど、やっぱり実際外資の組に世界に足を踏み入れて、まあ、グローバルカンパニーは結構そういう人の成長でビジネスを成長する、200億にするためにはこの人とこの人がこうなって、ここにこの能力を持ってない人がここに入ってっていう、こういうフレームがあって、ビジネスプランができてるんですよね。だからそれを見た時に、あ、日本の企業が人なりってなんかヒューマニズムだなと思ったですよね。だからそれを具体的にどういうフレームでやっていくかっていうところが、まあ、いわゆる戦略人事みたいな話なわけです。なんで、まあ、そういう意味で言うと人事は戦略なんですよね。で戦略人事のプロとか僕その誰が言ったか知りませんけど、僕が言ったわけじゃないんですけどね、なんか人事は戦略なんです。そもそも人事は戦略なんで、その戦略人事なんていう言葉が出てくること自体がいかに、まあ、日本の多くの企業が人的資本、人の成長でビジネスを成長するっていうことをフレームとして戦略、きちんとしたこう形として捉えてなかったんだっていうことを象徴してますよね。はい、なるほど。で、まあ、その、これ結論ね、まあ、結論から言っちゃいますけど、人的資本経営の要諦っていうか、まあ、ポイント、そもそも何ですか、さっきもなんか、人的資本経営って何だって話なんですけど、その、まあ、例えばその、まあ、戦略的採用と育成で組織能力のギャップを埋めると、そのこの後もちょっと図みたいなのが出てくるんですけど、将来行きたいところ、それは数字だったり、企業価値の創出だったりあって、はい、で、将来行きたいところは明確にある。で、そこに行くためには今の組織じゃ行けないわけですよ。だって、それできるんだったら今言ってるわけだから。だから、100億を200億にするデジタルエリアの売り上げをもっと増やす。ね、そのグローバルに進出するみたいなところがあると、それは今の組織にはできないってことは、その必要な組織能力があるわけですよね。グローバルビジネスに明るい、例えばもっともっとこうデジタル、ね、デジタルマーケティングができる能力が必要だ、あとシンプルにもっとピープルマネージをできる人間が数が足りないみたいなことがあると、この組織能力のギャップっていうのを埋めていくには取るか育てるしかないんですよ。当たり前なんですけど、この取ると育てるをいかにちゃんといつまでに誰がどういう方法でどんなオポチュニティを作ってやるかっていうことをちゃんとプランにして、それを粛々と追いかけていく。人事部長が突然変わったからね、思いつきで社長が変わったから今までのプランなしみたいなこと、そういうことしない。もうそれもずっとそれを追いかけていくっていうのが、まあ、一つ大事なのかなということとか、あとまあ2番目は対話ね、対話で見つける、これはまあフィードバックカルチャーとかって言いますけど、結局職務能力の 80% は日頃の仕事で見つかるね、培われるわけで、まあ、それはいろいろなんとか研修とかそれもありますけど、ね、皆さん振り返ってみて、俺あの時すごい天気だったなと思うのって大体仕事なんです。仕事のワンシーン。そうするとその成長機会っていうのをどう作っていくか、そしてこうどんなフィードバックをしてどう伸びしろとか強みに気づかせていくかっていうことが大事だと思うんで、まあ、そういうのを、まあ、メカニズムとして作っていくかっていうことと、あとまあ僕は結構3番目、これからも絶対3番目は大事だと思います。本当に組織の信頼関係、人間関係の質、なんとなく関係が大事、そうだよね、以上で終わっちゃうんですけど、ちゃんとやっぱりいい人間関係を作るっていうことをエネルギーを注がないといけないと思うんです。やっぱりどうしても我々相性でね、相性とか属性で片付けちゃったノミニケーションの数とかでね、やってるんですけど、やっぱりちゃんと自己理解、他者理解、他者需要っていうプロセス、これを仕組みとして踏んで、ちゃんとその維持向上する努力をする人間関係、ね、現場の人間関係、これはまあ結構大事ということと、あと4番目、そうすると結局いろんな人がいる、いろんな人間、ね、いろんな人がいて、さっきのその
ここで努力してこう育つか取るかでこう上に職能力を上げるっていうところにあの行くと、頑張ろうって思う根本はこの会社の理念とか将来出したい価値に、まさにあのパーパスみたいなものに共感するってことがすごく大事なんですよね。まあいろいろあるけど頑張ろう、ね、そこにエンゲージメントがあるわけで、いろいろあるけど頑張ろうの根本はやっぱりそのさっき言った100億か200億になったら、日本だけのビジネスがグローバルになったら世の中にどういう変化を与えるんだっていう、このパーパスへの共感、これと自分の大事にしているものっていうのをいかにこう一致させていくっていうことがそれからすごく大事だという。で、まあ、だから5番目もそうですよね。だからその自分はもう今キャリアっていうのはあの今も結構キーワードなんですけど、決して出世とか一部のハイレベルのハイレイヤーの人だけのものじゃなくて、まあ、自分らしく働くとか自分を常にこうハッピーにしていくとかいうところ、その組織と良い関係を作ろうとするのが良いキャリアを追求すると、まああの玉健先生のプロティアンキャリアに通じるところがあると思うんですけど、やっぱりこう一人一人がより良いキャリアを求めたい、組織といい関係でありたいっていうところ、これが結局さっき言ったその戦略、組織戦略みたいなのを後押しするっていうところがある。あともう一つ、やはりそのさっきの2番目の成長機会という意味で言うと、やっぱ成長機会がいっぱいあるってことは、要するにどこへ行っても通用する人材になるっていうことだと思うんですね。この自分のところで囲い込むんじゃなくて、どこに行っても通用する人材になろうっていう、この育成の方針のもとに成長させていく会社に、でこういうこと言うとよく、いやそんなことではみんな転職しちゃうじゃないですか、いやそうじゃなくて、そうすると結局みんなとどまるんですよね、うちの会社が成長できると思うから。だから市場価値のある人材を育てるという方針が結果的に定着とエンゲージメントを生んで、でそのあのよし、もしですね、仮に外にみんなが出たとしても、新しくみんなそこを目指してこう入ってくるわけですよね、人が入ってくるということだと思うので、あのやっぱりこういかに外でどこでも通用する人材を育てるかということが大事ということと、まあ、最後はそのパフォーマンスマネジメントっていう、そのさっきのその、ね、確実にその一人一人に成果を出すという、このマネジメントすること自体があの成長になってくるんですよね、一人一人の成長を実現すると。やっぱりこう全体の業績っていうのは、その会社っていう大きい人がいるわけじゃないんで、もう一人一人がちゃんとやるべきことをちゃんとやってると、このこれがずっと全部その積み上がって全体業績になっていくという、このちゃんとしたこうなんていうのかな、目標の連鎖、ゴールの連鎖、パフォーマンスの連鎖っていうことがちゃんとこうできているかどうかっていうこと、これがもう一人一人のそのパフォーマンスを全体のパフォーマンスにつなげていくという、ここを真面目にやらない限り、あの成長機会の創出にもつながらないと思うんですよね。なのでパフォーマンスマネージメントっていうのをきちんとやっていくというところ。いや、なんか聞いていてあの思ったんですけど、そのやっぱり、例えば人的資本開示のようにやることみたいなものや、例えばその採用と育成みたいにその、もう業務になっている、運用になっているものの改善ぐらいの目線でやってしまうと大きくやっぱりずれていくんだなっていうことがすごく分かって、やっぱり大事なのはその戦略人事って言った時に大きく2つだなって今聞いてて思ったんですけども、1つはその、1つは組織のやっぱり成長があくまであの目的で、そのための採用でありそのための育成でありっていう目線、あるいは日々のコミュニケーション環境を整えるのもそのための目線であるっていう、ギャップを埋めるっていう目線と、もう一つはやっぱり企業の主語だけじゃなくて個人の主語をあのやっぱりそこの目線を外しては、この戦略的っていうのはなせないなっていうところがすごく分かりましたね。やっぱりその どういうふうにそのやっぱりそのゴールっていうのをセットするかっていうね、うん、大事で、まあそのでセットされたゴールに対してごめんなさい、何が足りないのかっていうところ、でその足りないところ その能力ギャップを埋めるためにやっぱり育成っていうものがきちんとあって、でその会社としてこの能力ギャップを埋めたいところに乗っかっていくためには、会社がそもそもどういう方向に行くかっていうことに対して、だよね確かにって、俺も そっちの方向に行きたい、私もそれに乗りたいっていう共感を得ないとあのそれならないので、そこをどういうふうにやっていくかっていうところが
まあ、人的資本経営、人的資本経営っていうか、まあ、昔からそうなんですけど、うんうん、そこがすごく大事になってるっていう感じはあるんですね。そしてなんか、あの、あれですね、やっぱりその固定的な、あの、なんでしょうね、決まりがあるものではないですね、そう考えると、はい、個人の目線は必要だっていうふうになると、うん、その構成要素である個々人は、もうデコボコで、どういう人が、あの、まあ、育っていくかとか、どういう人が採用できるかもうその時々でこう変わっていくから、それに応じたあのデザインが必要っていう、そういう感覚が必要ですね。でもちろんその施策や仕組みは大事なんですけど、うん、的にそのどれぐらいちゃんと一人一人の成長意欲に向き合っていくかっていうこととか、一人一人 の, あの首をこっちに向けるかっていうところじゃないかなと思いますけどね、うん、なるほど、はい。これはグランドデザイン全体像、ね、これね、一応そのなんかもう言いたいこと全部言っちゃったんですけど、あの大体僕があのコンサルとしてお仕事をいただく、ね、あの相談を受けた時に必ず見せる表なんですけど、あの大体これ真ん中 の, その制度のところで相談が来るんですよね、まあ、人事制度があるんだけどうまく運用できてないとかないから作りたいなんですけど、ほとんどの組織の課題は制度の問題じゃないんですね。制度の問題じゃなくて、どちらかというとその下、まあそのね、最近でいうパーパス、組織文化、価値観、ここが脆弱、徹底されていないっていうところ、そしてもう一個その上で、これを実際動かしていくため の, そのマネージメントとはそもそも何かっていう、その概念としてのその会社におけるマネージメントってこういうもんだっていうその理解とか、あとはまあ信頼関係、フィードバックカルチャー、これがないっていう。でだからこっちを直さないまま制度で直そうとすると、だいたいうまくいかない。ここをちゃんと直して、その上に制度を乗せると、制度で書いてね、その何て言うか、そのマネージメントの理解が悪いのとか、人間関係、信頼関係がないことを制度で直そうっていうのは無理がありますよね。うん、それがあるからこそ人事戦略で、まあ、戦略的な人事ができて、結果的に、まあ、人的資本経営ができる になっているみたいな、そういう話だと思いますよね。例えば今日ですね、ちょっとチャットで、入れてくださった方がいるんですけども、はいはいはい、スタートアップ企業で、まあ、ほぼゼロベースからあの作り上げるときに、この順序、ロードマップ、順序としてはどういうふうに、手をつけていくのかっていう問いがちょっと冒頭あったんですけども、ここはどうお考えでしょうか、これがグランドデザインだとして。うん、まあ、やっぱりだから、そのビジョナリー、きちんとしたビジョン、結局、自分らが立ち上げて、まあ、ビジネスが成長した結果、世の中に何て言われたいのか。どういう変化、5年後にどういう変化が起きているのかっていう成功イメージを、ね、写実的にこう書くっていうところで、そこから逆算して、じゃあそのためには何が足りないってことを細かくこう、ね、やっていく。経済環境がある、行きたいところがある、組織のチャレンジがある、足りないものがある、じゃあそれ具体的にどうやっていくかっていうところだと思いますよね、うん、あとその僕ね、スタートアップのことについて言うと一つやっぱ思ってることがあって、うん、そのやっぱりあの分かるんですけど、 よく例えばその、ね、ダイバーシティ多様性とかの話になってくると、よく今はそのフェーズじゃないっていう話が聞くんですよ、スタートアップの経営者の方に、うん、じゃあいつやるんですかって話で、でもそれいいんです、分かるんです、それも あくまでこう同質性のバリューっていうものが強い時期もあるん でだけど、うん、そのバリューはどこかで同質性のリスク、つまりまあ分かりやすく言えば、もう全員ボードメンバー10人全員男子みたいな感じで決めていくことが最初はいいんでしょうけど、途中からやっぱりそのリスクになっていくわけですね。やっぱジェンダーによるね、そのモノジェンダーによる意思決定っていうのがリスクになることがあるんで、そこのフェーズをどうやってきちんとどうデザインするかっていうところがすごく大事じゃないかなと思いますね、うん、なるほど、はい、ありがとうございます。もう一つちょっと聞いておきましょうか。中藤さんからご質問で、このパーパス、他の方もご質問いただいてたんですけども、企業で、まあ、ごめんなさい、中藤さんの前にですね、まず企業のパーパスということの大事さとか言葉も知らないマジョリティにどう浸透させるか、これごめんなさい、稲垣さんのご質問ですね。稲垣さんのご質問です。あんまり概念、ね、めっちゃ実務的な話になるんですけど、はい、あんまり概念的なものから、なんかパーパスとはみたいなところから、まあ僕もね、なんかこれ準備してはそういうのをいつも言いますけど、
あんまり概念的なところから入らない方がいいんじゃないかなと思うんですよね。で、結局そのやっぱりまあその会社様がどれぐらいの歴史でどういうあの歴史をたどっとるかにもよるんですけど、まあみんながやっぱ大事にして、今日までそうは言っても創業20年30年10年100年いろいろあると思うんですけど、そうは言っても今日まで何を大事にして我々ってやってきたんだろうか。あとその今ね、ビジネス経営計画、ビジネスプラン立ててるんだけど、このビジネスプラン達成した時に僕ら何て言われたいんだろうっていうクエスチョンにどういう答えが出てくるかだと思って、その答えがパーパスなんですね。で、まあ、テクニカルに言うと、そういう答えを集めて、で僕のワークショップ出たことある人は分かると思うんですけど、よくあの朝起きたらっていうそのワークショップをやるんですよね。その、朝起きたらって何かっていうと、朝起きたら例えばフライヤーね、フライヤーが突然あの世界で最も尊敬されるフォーブス調べの世界で最も称賛される会社の1位になってましたと、うん、就職ランキング1位だと、はい、でも取材も殺到してる、合コンでもモテモテと合コンわかんないけど目指してますって言おうと思ったら合コンって言われちゃったからちょっと言いにくくなって、そんな日が来て、はい、来ました。でその時にふらっと、はい、お子さんがパートナーね、それご家族友人から、うん、でね、あなたの会社ってさ、なんであんなに尊敬されてるのって言われたときに、なるほど、お子さんはなんて言いたいか。でこれは結構ね、これ意外とすごく共通部分もある。社員じゃ10人に聞きましたと、でこれすごく共通してるとこもあれば、うん、そうじゃない人もいるんですよね。で、これが働く人たちの私がこの会社に求めたい価値だっていう。だから今さっきね、そのパーパスとは何が重要かっていう概念からクリアにしたいんだったら、そこから入っていって作り上げたもの、これがパーパスなんです。なるほど、なるほど。うん、だからここで、あとということとか、あともう一つ、そのやっぱりパーパスがなぜ大事かっていうことを解くんだったら、まあどう解くかなんですけど、僕の経験で言うと、パーパスが大事なところっていうのは、あの会社は2つ、パーパスが、経営理念が徹底している会社は2つしかなくて、そういえばラッシュとジョンソン・ジョンソンですね。で、うん、この2社に言えることは、あの、本当にハイレベルじゃなくて、普通に営業マンレベルで、まあ、クレド的にはないなとか、あと本当にお店のスタッフレベルで、まあ、世の中的にはあるんだけど、あの、世の中的にはなしだけど、ラッシュ的にはいいと思うんですよね、とか言って、あ、まあ確かにね、みたいな感じで、うん、その、パーパスとかね、言語化された価値観みたいなのが浸透してると、判断基準になってるわけ、そのみんなの。そうすると、あれしちゃいけません、これしちゃいけません、上が決めてくれないと動けませんみたいなところから、そもそもアワクレド、そもそもラッシュ言えばウィービリーブ、こういった価値観やパーパスを言語化されたもの、ね、言語化されたものに順次で判断してれば、間違うことはないというのがあるから、あのすごく判断がスムーズになるのと、あとやっぱ心理的安全性が確保できますよね。うちの会社はこれはありでこれはなしっていうふうに壁にかかって、あの看板に入ってあるから、ね、結構やっぱりストレスになるのって、結局うちの会社って何が評価されて何が良くて何がいいのか分かんないみたいなところでやってると、すごくフラストレーションもたまるので、やっぱり心理あの自立心が高まるのと心理的安全性が高まるっていうのは一つパーパスの価値じゃないかなと思います。なるほど。だからパーパスってあれですね、その作り上げるときもまず対話から始まる、私たちって何が大事で今やってるんだろうっていう対話から始まって、その対話によって出てくる言語がパーパスだし、じゃあパーパスっていうふうに、あるいはクレードとかバリューとかっていうものが明らかになったときには、じゃあそれをやっぱり対話の中に入れていって、日々日々の判断基準にしていくっていう、やっぱ対話の子もう本当にね、成果であり、種でありっていう、そういう位置づけなんですね。だからあのできたね、一回作ったら終わりじゃなくて、やっぱそれを常に維持する努力。そうですね。さっきの、ね、2つの会社、ラッシュと JJ の共通点でいうと、やっぱりそのまずいろんなあらゆる判断 の基準にしてるからブレない。もうビジネスの行き先を決めるときも、オフィスルールを決めるときも、それはもう必ずそれを守るということと、あとは、まあ、あのちゃんとあの話し合う、結局その、まあ、我々が大事にしているものっていうそのことっていうのは一つのこう概念というか観念的なものなので、うん、だって我々は1年を今年1年やってきて、どういう時にあのこれを本当に判断しましたかみたいな答えのない抽象的な話をちゃんとやっぱすることを厭わないと、
なるほど。あとは、まあ、定点観測サーベイですね。ちゃんとサーベイをやって、うん、あなた自身は、あなたの上司は、あなたの職場は、あなたの部門は、あなたの会社は、きちんと、まあ、JJ で言えばクレド、我が社のパーパスにのっとった経営を、ビジネスを、お仕事をしてますかっていうことをちゃんと調べて、それでその点がやっぱスコアが低いところはちゃんと直さなきゃダメよっていうことをちゃんと指示すると。サーベイって結構、ね、すごい科学的ですね。やる組織多いんだけど、意外とその後なんですよね。その結果をもってどうやってその改善とかの指導をして、やりっぱなしで、ふーん、そうなんだで終わってることが多いんで、やっぱりこう、本当にこう、パーパスっていうのは、維持継続する努力っていうのは、毎日。なるほど。ちょっと一人ご質問あったので、取り上げますと、中藤さんが、じゃあ、まあ、企業のパーパスはありますと。で、個人のパーパスというものの紐付けや、そもそもそういったものの認識というものが、まあ、ないっていうふうに書かれてましたが、そこ確かスライドありませんでしたっけ、個人のパーパスと、そうですよね、ちょっとそこも含めて、ちょっと、はい、あんまり見せちゃうとあの話が広がる、そう、ここってどういうアプローチが必要ですかって言われたんですが、どうお考えですか。まあでも一つやっぱりこう僕はシンプルに言うと、その共感を集めるっていうことによって、まあ、共感を集めるためにはやっぱりまずうちの会社のパーパスが、ね、クリアにして、さっき言ったあらゆるとこにその我が社のパーパスに基づいてとか、我が社のパーパスによればってことをきちんと徹底していくと。あとはまあさっき言ったようにね、サーベイなんかでパーパスが浸透、パーパスを現場で実践していなければ、当然きちんと我々の理念を現場で実践しましょうということを言われるというようなことなので、やっぱり そこをきちんと言っていくことで、あ、この会社で働いていくためにはこのパーパスに共感しなきゃいけないんだっていうことをある程度いろいろこう示していくっていうところはありますよね。あとやっぱ一つはね、まあ、これちょっと若干粒感変わってくるんです。結局そのパーパスに基づいて自分は将来どうありたいっていうこと、これがいわゆるキャリアだとすると、やっぱこうキャリアカンバセーションにもそれは通じていくんじゃないかなと思いますね。実際そのうちの会社ってこうじゃんっていうことと、またあなたってこうなりたいじゃんっていうことを、どうやってこう一致感を持って成長機会を見つけていくかですから、まあよく、ね、講座や講義の中でも言いますけど、やっぱりきちんとそのキャリアカンバセーション、シンプルにこの会社の中で2年後ぐらいの話じゃなくて、本当将来どうなんだよ、ロングタームに行った時にどんな職業人になりたいかみたいな、どんな価値をね、30年、まあ本当に10年後に何て言われたいかみたいなところから、そういう会話がまあきちんとで現場でできるようになると、こういうところってば結構一致していくのかなと。なるほど。やっぱり現場でっていうふうになると、その各現場 そのマネジメントの、まあ意識っていうと曖昧ですけども、やっぱりそこの教育って教育なり共通認識持つっていうこと、すごく大事ですね。いや、これはもう間違いなくそうです。やっぱりその人的資本経営までちょっとスコープアウト、やっぱりもうマネージメントが大事。その中でもファーストラインマネージャーっていう、その組織を変えた時に一番最初に部下を持つ、まあ、普通の組織で言えば課長、リテールで言えば店長みたいな、はい、課長とか、ね、だからそういう人たちがいかにやっぱりこうだって部下を持ってない人の方が圧倒的に多いわけですから、組織って、うんうん、ここにきちんとこうさっき言ったようなことは、こういう会話ができるかとか、一人一人向き合ってるかっていうことが大事だとすると、この中間管理職に対しても同じようにトップマネジメントは向き合わなきゃいけないんで、実はここがないんですよね。ファーストラインマネージャー、課長たちね、いや、もっと部下のことケアしてとか、部下のキャリアカンバセーションしろとか、フィードバックをちゃんとしろ、強み弱みをって言うんですけど、意外となぜか役員クライアントになってくると、役員と事業部長の間でそういう会話がされてるから、いや俺らよく話し合って昔から付き合い長いし分かってるからみたいになっちゃって、なぜかそのね、さっき言ったその人的資本経営を実現するためのダイアログがさ、ハイレベルになるとできてなかったりするんじゃない。なるほど。これはダメ、絶対にダメ。一方でその私思うに、この
人的資本経営の、考え方というのが本当に企業の中で大事にされていくと、このマネージャーリーダーに上がる恐れとか、その喜びのなさみたいなもの、そのあれをやれこれをやれ言われるそのフレームマネージャーの辛さみたいなのもなくなっていくなっていうふうに思うんですよね。まあ、そうですね、やっぱりその本当の意味でのその本当の意味でのっていうかパーパスがクリアになって、やっぱこうビジネスによって世の中にインパクトを与えていくことのその素晴らしさとかってことに共感すれば、より責任の大きい仕事を したいというふうに思うので、なので、うん、そういう意味で言うとやっぱこうリーダーシップを発揮するっていうことに対するそのそうです、ね、なんていうか快感じゃないですけど、そういうのってそうそうそう、だから主役はすごくやっぱりこうどんどん現場になってきてるっていうことだなと思って、でそこに力があれば、はい、この全体の構造っていうのができるし、で そこに今会社はコミットしようとしてるっていうことなんですよね。そうですね、そうですね、うんうん、なるほど、ありがとうございます。でちょっと時間的にももう42分であっという間になってしまってですね、ちょっとスライドを投影いただいて、モサさん、私の方でですね講座の全体のスライドをちょっとお見せするので、じゃあそれを、まあ、今回はちょっと最後ですね、このカリキュラムっていうところでご紹介いただく。でこれはある意味その、今回4ヶ月で、なんとリッチにデイ8、つまり月に2回セッションをするっていう形にしていただいているんですけども、これは 何の縮図かっていうと、これぞロードマップの縮図だと思うんですね。その人的資本経営に向き合うっていうことは何をどういう順序でやっていったらいいのかの縮図だと思うんですけども、ね、ちょっとその全体の、意図みたいなところ一個一個っていうより、全体感でちょっとお話しいただいてもいいでしょうか。時間は、まあ、だから結局その、最初に、まあ、一番最初に大事なことが、まあね、そもそもなんというか、ね、我々はどういうふうにどういうところに行きたくて、さっき言ったそもそもどういうところに行きたくて、で今これがこうで、将来行きたいところのために足りないこのギャップ、これをきちんとその測って何が足りないのかということを具体的にやるっていうのから、まあ、その始まるわけですよね。でそれをきちんとこうやっていくと、その中では当然その人の成長を取るか育てるしかないの で育てるって言った時に非常にこう、まあ、我々その組織の中でちょっと大事なのが、まあ、評価制度設計って書いてありますけど、僕はまあ評価制度って、うん、名前があんま好きじゃなくて評価制度、まあ、評価制度ってどっちかっていうと、うんうん、マネジメントシステムであり、ディベロップメントシステムであり、その、ね、パーパスの、そのコミュニケーションツールみたいなもんなんで、それがやっぱ本来どうあるべきかっていうところをそれでこうきちんと追いかけていくみたいないうところで、まあ、それでこうずっとやってって、じゃあ具体的にどういうふうにその成長のキャリアっていうものに興味を持たせていくかみたいな、こんなそんな流れに大体なっているっていうところですね。なるほど。ちょっと具体の方が皆さんにイメージつきやすいかなと思ってこちらにしますけども、まあちょっと、ね、そのさっき言ったゴール設定のところにはちょっと若干その超グッドスペシフィックな戦略が入ってるんですけど、まあ、僕はその後継者育成っていうその組織開発をどういう主眼にやるかっていった時に、サクセッションプランでやるのが結構、まあ、好きというか分かりやすいと思っていて、その組織が一個組織が育ったっていうことの一つのこう分かりやすさとすれば、重要なポジションに後継にふさわしい能力を持った人が何人いるか、去年より増えたのかっていうところが一つこう組織が前に進んだっていう。でよくその日本の会社でね、後継者育成しなきゃいけないって言うと、いやー俺もそろそろ65歳だからとか、いやだいぶみんなうちもトップマネジメント高齢化してきたとかね、あとはその辞められちゃったら困るからもしものためにっていう、そういうリスクマネジメントみたいな側面が多いんですけど、それも確かにあるんですけど、ここで言う後継者育成というのはそうではなくて、そのリーダーにふさわしい能力を持った人をいっぱい作ることが結果的には組織を大きくしていくっていう、そういう観点で後継者育成を、ね、していきましょう。でそのためには具体的にどういうフレームを使ってどんな会話をしてどうやっていくかということをここで一回ちょっとやってみるというところですね。なるほど、
ありがとうございます。で、まあ、この後以降もこうざっとこう見ていますと、まあ、どういう人に来ていただきたいかっていう話なんですけども、もちろんその今例えばその人事領域に入ろうとして、まあ、チャットにもあったんですね、これから人事領域に入っていくところですと。で、まず全体像をつかむっていう意味ではすごくいいタイミングの方なんだろうなって思いますと。で、あるいはこれまでいろんな人事の領域いらっしゃって、これからまあ独立を目指している方もいいタイミングなんであろうと思いますと。で、まあ、その他経営者でこのあたり全然やばいなみたいに思っていて、しっかりこれからのロードマップ、戦略人事っていうのを考えたいなっていう人もまあいいでしょうと。あるいはっていうことでも、その人事バタじゃないみたいな人はどうなんでしょうか。ここに入ってくることの意味とかイメージみたいなのありですか。前回過去もこういった選手をやられていて、はい、どうでしたか。まず結論が言うと全然ありだと思いますね。その基本的に僕はそのこのどこの講座もそうなんですけど、まあ、もちろんその人事の方にサポーティブになる内容であると同時に、僕はどっちかというと行為としての人事なんですよね。だからその人事部のお仕事というよりは行為としての戦略、まあ戦略としての人事とか組織開発のことを言って、それって全てのラインマネージャーとかね、担当者も含めてに共通して、人事は今日も今この瞬間もその辺で起きてるわけですから、決して人事部だけの仕事ではないわけですよね。で、そういうことにフォーカス、マネージメントというか、そういうことにフォーカスして話をするので、僕はまあね、その参加される方が将来どういうキャリアというか、10年、5年後、10年後、どういう自分でやりたいかっていうのは当然あると思うんですけども、必ずお役に立つ内容になるとは思ってます。はい。はい、ありがとうございます。この後ちょっと事務局案内を入れまして、この後もう一回マサさんに振りたいと思います。はい、マサさんのその、キャンプへ、まあ、どういう思いでいらっしゃるのかということと、まあ、どういう人に来てほしいのかというのを一言もう一度いただければと思います。はい、わかりました。はい、じゃあ市原さんお願いします。はい、マサさん、久保さん、ありがとうございました。はい、ではここからちょっと事務局案内させていただきますね。はい、で実際に今マサさんと久保さんがお話ししてくださった実践講座が6月からスタートになります。皆さん実際に今チャットでいろいろご質問入れていただいたかと思うんですけれども、こういった距離感でマサさんに実際に質問をしていただいたりとかっていう形でアウトプット重視の講座をスタートします。前回の写真もあるんですが、すごく盛り上がりまして、皆さんマサさんとの距離感がすごく近く講座をしていました。で、今回の講座の内容も初めにできちんとこうギャップを認識して、その後埋めていくっていう工程になっています。4ヶ月後ですね、下期のプランだったりとかもしっかり考えていただけるような内容になっているかなと思いますので、ぜひご検討いただければと思います。で、今回ですね、他のブックキャンプは、月に1回の4ヶ月講座なんですけれども、2週に1回のプランになっています。はい、なので、4ヶ月ですね、8回ですね、みっちりの講座になっています。はい、で法人受けられる方も、研修だったりとかで受けられる方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、こちら領収書だったりとか終了証明書の発行も可能ですのでご検討ください。はい、でお申し込みですが5月の25日までになっておりますので、ぜひ今ですね、チャットの方にも URL 貼らせていただきましたが、こちらで講座の申し込みもできますし、詳細もご確認いただけますのでご検討いただければと思います。はい、で本日のセミナーなんですけれども、来週月曜日に私と、もう一人事務局の岡ちゃんと一緒に振り返り会を行いたいと思っておりますので、ぜひこちらもお時間ある方はご視聴いただければと思います。こちらの QR コードか今のチャットの方に貼らせていただきました URL でご視聴いただけます。後日アーカイブも視聴いただけますので、ご興味ある方ぜひください。はい、で現在ですね、5月開講の講座も募集をしております。こちら山田夏子さんのグラフィックファシリテーションの哲学から学ぶ競争する関係性の作り方と、白木夏子さんのセルフブランドブック講座という2つの講座もこちら募集しております。4月25日までに、はい、W 夏子さんですね、はい、講座を行いますので、もしご興味ある方こちらもご視聴いただければと思います。はい、で来月のランチセッションですね、こちら荒木博之さんと柳瀬博一さんの2つのランチイベントを予定しています。
こちらのご案内はメルマガ、ツイッター、LINE で、ご案内しますので、ぜひこちらもチェックいただければと思います。暑い夏になりそうですね。はい、で、今 の、 ランチイベントのご案内もこちらの LINE から流させていただきますので、こちらの QRL かチャットの方から、申し込みいただければと思います。はい、で最後ですね、アンケート の、 回答をお願いできればと思います。こちら回答いただけましたら、マサさんのですね、フライヤーブックラボ内で公開しておりました音声、コンテンツも視聴いただけますので、ぜひ皆さん回答ください。はい、URL も今貼らせていただきましたので、はい、こちらでお願いします。はい、最後に、すいません、時間が申し訳ありません。いえいえ、はい、はい、ツイッターですね。はい、はい、感想ですね、ツイッター等でぜひハッシュタグフライヤーセミナーという形で流していただければと思います。マサさんもツイッターでね、チェックしてくださったりとかもすると思いますし、私たちフライヤーブックラボの事務局も拝見させていただきますので、ぜひお願いします。はい、僕のツイッターをチェックしないでください。ちょっとおやおや、マサさんの趣味がすごく正解だなって思って拝見してます。ということで、マサさん、最後に皆さんに向けて一言いただけますか。はい、はい、今日はどうも貴重なランチタイムありがとうございました。本当に、僕も大企業外資系ずっと、やってて、今コンサル始めて、今22社ぐらい、完了した会社もあれば足掛け、独立して30社ぐらいやってるんですけど、相談だけだったらもっとあって、思うのは、あんなのね、難しいわけですよ。そんなか、僕もつらつら偉そうに言ってますけど、それはもうすごく個別、本当にもう100社あったら100通り、全部さっき言ったようにこの石ころブロックは違うわけなんですよね。だからなかなか僕も実務的とは言っても、さてじゃあオフィス戻ってすぐ何やるんだったら、皆さん難しい、当然難しいわけです。で、ただそうは言っても僕も一方で僕も過去の経験、最近すごく思うんですけど、過去の経験がちょっと多いケースが僕も多いので、しかも今はね、中小企業ばっかりやってるので、あるんですよ。あ、これって多分こっちの方がいいよなとかって思ったりするので、100社100通りで簡単な解決法はない一方で、必ずその同じ問題で困ってる会社があったりするという意味で言うと、口はばったいですけど、ある程度僕にはケースがありますんでね、講座もしぜひ受けていただければ、僕は個別具体的に皆さんのご相談に乗るのが信条なんで、ぜひお越しいただければ何らかのお役に立てるんじゃないかなというふうには思っています。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。先ほどキャンプの構成見ていただいても分かりの通り、全体像をつかむっていうのもそうですし、個々のいろんな取り組みの、フレームワークといいますか、考え方もあるんですが、やっぱりマサさんとのこの時間はやっぱりこの十分に、各社さんのそれぞれにおいての事例悩みっていうのを持ち寄って、それをマサさんとなり皆さんとも一緒に共有をしながら深めていくっていうことが可能な時間かなというふうに思う。ここは本当に他ではないものかなというふうに思いますので、本当にですね、一人で悩まずにぜひ持ち寄っていただければと思います。はい、マサさん、ありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そうしましたら皆さんにもぜひチャットにですね、一言なんか今日の持ち帰り響いた言葉いただければと思います。マサさん画面オフでも大丈夫、見ていただいてもいいですよ。参加者の皆さん、もし今日一言なんか短くですね、今日印象に残った言葉持ち帰るなって思う、自分にとっての意義のあった言葉あれば、ちょっとメモがてらお知らせいただければと思います。皆さん、ありがとうございます。分かりやすいというふうにいただきました。ありがとうございます。はい、響いた言葉あれば、大輔さん、ありがとうございます。たくさんチャットいただいてありがとうございます。はい、中藤さんもね、ご質問いただいたので広がりました。ありがとうございました。はい、山田さんのやればできる、はい。はい、ありがとうございます。浸透させるまでやりきる、稲荷さん、そうですね、本当ですね。パパスのことでご質問いただいてありがとうございます。はい、母さんも職場への違和感が再認識できましたと。はい、ありがとうございます。私もマネジメント人事の立場ではないマネジメントの立場ですけども、やはりこういった全体像、人に向き合うということの全体像が分かると、こうマネジメントのあり方もアップグレードできるなっていうふうに思います。おかしいと思うことは大体おかしいんですよ。
いや本当におかしいと思うのはやらない方がいい。絶対本当そうだと思うんですけど、うん、おかしいと思ったら追求した方がいいですね。うんうん、そうですね、そうですね。うん、そうですね。もうあの人事のことなんで抽象的なことって多いですがっていうふうに松本さん書かれていますけど、本当にですね、あの一般的な講座等々あるいは本で学ぶっていうとかなり概念的でですね、仕組みもその制度みたいなもので丸められがちですよね。そこがやっぱり、ね、百種百通り違うっていうところがやっぱ埋められないんだと思うんですよ、一般の講座や、まあ、本っていう形ですと。なんでそこがまあ今回、ご一緒いただけると、かなり、自分たちはどうするのかっていうのが見えてくるかなというふうに思いますね。ね、まあ、そのいつも言いますけど、概念とかなんかこう理論とかなんてもう別にググりゃ出てくるじゃないですか、そんなの。チャット GPT もあるし。そう。そんなことにね、あの、あんまりちょっとやばい、またちょっと、あの誰かをディスりそうになったんで、もうやめます。やっぱりこう、はい、本当に踏み出すことが大事だし、でも踏み出すのはなかなかね、あとね、もう一つやっぱ僕ね、あの、なんていうかな、おべっか使うわけじゃないんですけど、やっぱね、このラーニングコミュニティなんですよ。ここでみんなとつながって学ぶことがすごく大事で、あのやっぱりこのフライヤー、今回ブックラボで一つのコミュニティなんですけど、やっぱこう、あの実際この6月からやろうとするセッションには、そういうこのピアカウンセリングみたいな、共に学ぶ仲間からのフィードバックとかっていうことをやったりするんですけど、これをやるといかにやっぱりフィードバックとか信頼関係の重要性っていうのがすごくわかるんですよね。だから本当にね、半年前は知らなかった人とすごくこう、本質的な話ができるようになると思う。ここがやっぱり人間関係の重要性だと思うんですよね。だからあのラーニングコミュニティ、フライヤー、ブックラボで学ぶことの価値はすごくあると思います、僕は。はい、ありがとうございます。最後、ちょっと長藤さんから一言だけ、あの中間管理職向けの育成研修も登壇されますかと。私、ご一緒してますね。あの会社さんから、お客様、企業さんからのご依頼で、マサさんに、まあ、リーダーに向けてのセッションというのをお願いさせていただくことあります。いや、もう もうこれからも中間管理職すごく大事、うん、でやっぱ中間管理職をハッピーにしてあげないといけないです。ここが大事で、中間管理職のマネジメント力を上げるっていうと、またこうなんかやれやれって言ったみたいですね。そうなんです。やっぱ本当に僕の持論は、さっき言った組織図で一番下に出てくる最初に部下を持つライン、ファーストラインマネージャー、つまり中間管理職の ここの人たちがハッピーにコンプライアントに正しくマネージメントやって目標達成できてれば、人事の問題はほとんど起きないんですよ。これも僕の30年の経験、間違いない。だからいかにフロントラインマネージャーをハッピーに正しくマネージできる環境を整えてあげるかっていうことが、やっぱこう人事制度とかね、そのいろんな仕組み の最後帰結するところなんで、あのそこで測ってれば間違いないと思います。はい、うん、ありがとうございます。そこに共感する言葉も多々ありそうです。はい、皆さんもあの午後お仕事あると思います。ギリギリになり申し訳ありません。はい、午後も皆さん一緒に頑張りましょう。この気持ちを持ってね、マサさんのエネルギー受けてね、頑張りたいと思います。マサさん、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、参加の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。